新時代の幕開けとともに激化する戦い。楽しい。加減なしで行くぜ。血が騒ぐ。遊びはしまいだ。少し本気を出すか。覚悟しやがれ。地獄に送ってやる。消えろ。スーパーサイヤ人4が奇跡の集結。アルティメットにすごいぜ。スーパードラゴンボールヒーローズユニバースミッション8弾。混じり合う世界、全ての時代の支配を目論み、暗黒帝国軍が集結。我が雷を受けるがいい。あんたたちもここまでよ。私といいことしたいの？そいつはブルーツが発生装置。ワン、やってみてくれ。僕がスーパーサイヤ人4に新たな力を解放。全力で行かせてもらうぞ。孫悟飯ゼロスーパーサイヤ人4。謎の生命体フィンの規制を解き放ち、ゴジータの反撃が始まる。遊びはしまいだ。トロトロやってんじゃねえよ。元気になってきたな。ゴジータの力をコピーして再び暗黒ゴジータとなり襲い来る。魔人たちよ、丁重にもてなしてやれ。暗黒王メチカブラスーパーサイヤ人4激闘編開幕。覚醒する力、謎の少女の出現、完全無欠の究極合体。驚いた？カミントオレンで神オレンとでも呼んでよ。さあ君もこの強敵たちに立ち向かえ。最大7人、君だけのドリームチームで戦おう。怯えているな。無理もあるまい。画面とカードが連動。戦略を練って攻撃を仕掛けろ。君のチームの攻撃だ。チャージインパクトに勝利して大ダメージを与えろ。戦いの鍵を握る謎の少女ラグス。見ててみなさい。再び現れた魔人オドット。破壊しきれんほどの技を。神をも凌駕する力を手に入れた王子。僕にかなうと思っているの？激化していく戦いの行方は宇宙騒乱編。それぞれの欲望が入り乱れる。ビッグバンアターファイナルバッドファイナルガッタバーイッグホー。エイジオブドラゴンボールエピソードベジータ。地球に到着したぞ。誇り高き孤高の王子ベジータの戦いの歴史をたどり、君も強くなれ。ウィルスが8人目の仲間として登場。ちょっとお邪魔するよ。戦いのアドバイスをしてくれたり、チャージインパクトに勝ちやすくなったり、必殺技が出しやすくなるぞ。全ミッションクリアでウィルスの召喚アプリをゲット。絆レベルを上げればより強いアプリがもらえるぞ。さらにシーラスも参戦。ベジータと共に強くなれ。ぶっ飛びスイングキャンペーン。ぶっ飛びスイングモード突入。カードを回して敵を振り回して宇宙の彼方までぶっ飛ばせ。超爽快なキャンペーンカードは全8種。スターカリスマモードセカンドシーズン、全国制覇への道。第4回の舞台は中部エリア。3つのジムを巡り中部エリアを制覇しよう。そんな勝者は彼らだ。中部制覇おめでとう。すっごい。中部エリア限定アプリがもらえるぞ。さらにカリスマリーグに進み、かっこいいバトルで仲間を増やしてランキング上位を目指せ。スターカリスマモードセカンドシーズン、次のカリスマは君だ。バトルスポーツスタジアム、全国のライバルとリアルタイムオンラインバトル。チャットスタンプで君の闘志を見せつけろ。バトルに勝つとポイントがもらえるぞ。ポイントでラインやチャットスタンプを手に入れろ。スーパーヒーローライセンスを使って君も挑戦しよう。全国のライバルといつでもどこでもバトルだ。楽しんで。ユニバースミッション8弾のカードは全87種。シークレットカードは3種。時代が変わるこの瞬間に繰り広げられるこの戦いを見逃すな。スーパードラゴンボールヒーローズユニバースミッション8弾、5月9日稼働予定。
大神官衣装を着た悟空がお店でもらえる新アビリティを使いこなして宇宙に力を解き放て豪華トリプル3倍ボーナスキャンペーン週末はお店にダッシュだぜ最新情報をチェックしよう